はい、どうもビーレジェンド鍵谷です。今回はね、ちょっとね、コメントの方にもあるんですけれども、僕よくやってるシェイクする時のローリングシェイクからのとか言ってるじゃないですか。あれ本当に意味あんのっていうのをちょっと検証してみたくてですね。まあ大体ね、シェイクする時はもう皆さん激しくシェイクされる方多いと思うんですよ。おらーってね、なんかもう親の敵のようにシェイクされる方結構いらっしゃると思うんですけど、まあそんなにシェイクいらないよっていうことと、ローリングシェイク結構効果的だよっていうことを実験してみるために今回は用意してみました。で、用意したのはちょっと今たまたま会社にあったパッションでやってみたいと思います。で、これで1杯、あ、平等になるように、まあ 200cc 入ってます。平等になるように一緒に入れますね。2杯ということで、まあ今ね4杯入りましたけれども、では早速やってみましょう。で、こっちがね普通の B レジェンドシェーカーで、こっちが B レジェンドマッチョ29シェーカーで、で、おドラマーみたいだな。こっちは激しくシェイク、こっちはローリングシェイクからの20回シェイクでいきますけど、同時にできない、激しいシェイクから。うわぁうわぁ、こんな人はいないでしょうけど、でも激しく振りますよね、結構ね。で、激しく振るとどうなるかというと、こんな感じ。あ、それでも泡立ちねえな。ちょっと入れてみましょうかね。こんな感じ。お、いいね。あ、なんかめちゃくちゃ溶けてんじゃん。で、こっちが2,3,4,5,6,7,8,9,10 10ローリングシェイクからの5,6,7,8,9,20 シェイク。これ、はい、泡立ち、あれあれほぼ変わらない。そして入れてみる。あれ全然変わらない、全然変わらないからの飲んでみる。全然変わらないということで、シェイク仕方いろいろですけど、変わる場合もあれば変わらない場合もある。そしてローリングシェイクがベストだとも限らないということが検証される動画でしたということで、ぜひ皆さん思い思いのシェイクをしてみてください。でもね、まあ激しくシェイクしなくても溶けるからね、もう十分溶けてます。ということで、皆さんのシェイクこういう風に振ってるっていうのあったら教えてください。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。